皆さんお元気ですか？マコリーヌこと塚原真紀子です。今日もラジオ漫画研究室に来てくれてありがとうございます。それでは早速行きましょう。お楽しみください。マコリーヌです。主任の村井健太郎です。怪獣特集ということで、先週からお届けしています。はい、反応たくさんいただきました。はい、メールたくさんいただいてます。はい、ご紹介していきます。はい、マコリーヌさん、村井主任こんばんは。こんばんは。怪獣といえば東方のゴジラとダイエーのガメラ。あ、お二人はどちらが好きでしたか？私は小さい頃父が拾ってきたカメと暮らしたからなのか、うん、はい、ここのエピソードもうちょっと詳しく聞きたいですけど、カメ飼ってたんですね。うん、ガメラがとても好きでした。ガメラに登場するギャオスや、そのギャオスを真っ二つにしたギロンなど、うん、怪獣のなんだか愛らしい姿はガメラシリーズが良かったです。ストーリーはなかなかシュールでしたが、焦る。それとウルトラセブンで登場したチャブ台を挟んで地球人の問題を話し合ったメトロン星人、はい、まあ、名シーンですね。うん、38年後ウルトラマンマックスで再び登場し、そしてまた人間に疑問を投げかけていったあの2つの話は身につまされます。ウルトラマンシリーズに出てきた怪獣たちはそれぞれ得意なキャラクターに魅了されます。ちなみにウルトラセブンに出てくるチブル星人、はい、チブルとは沖縄の方言で頭という意味で、この頭の大きい宇宙人は脚本を手掛けた上原正三さんが沖縄出身ということでこの名前がついたそうですということです。そうだったんですね。はい、篠山さん沖縄なのでね、うん、あ、そうですね、まあ、特にそこ広げていただいてありがとうございます。ありがとうございます。ガメラはね、はい、ちょっとこうなんだろう、リフォルメされてるんですよね。ちょっとこう寸尺が短いっていうか、はい、なのでその辺がちょっとこう可愛らしいというか愛らしい姿に見えるんだ、うん、目もちょっと大きめなんですね。確かにガメラも怪獣たちも、うんうん、まあ、先週からいろいろ話してると結構怪獣たちって可愛いんですよね。はい、うんうん、こちらはラジオネーム元ウルトラマンランドスタッフさん、はじめましての方なんですが、はい、怪獣で反応していただいて、怪獣と聞いて一人ワクワクしています。実は私、今から20年くらい前になるでしょうか、荒尾市のグリーンランドの横にありましたウルトラマンランドという、うん、ウルトラマンのショーが見られる施設で学生時代にアルバイトをしていました。はい、ありましたね。もうなくなってしまって、ね、ちょっと寂しいなというところですが、うん、怪獣といえばゴモラ、エレキング、はい、レッドキングなどよく荒尾市に出現していましたよそこのランドに出てきてたんですね。うん、メトロン星人、ガッツ星人、また出てきましたね、メトロン星人ね、うん、ガッツ星人もね、あとお金が好きで、カネゴンもよく見かけていましたよと。当時印象に残っていることは、平成ウルトラマンシリーズがウルトラマンガイアからウルトラマンコスモスに世代交代をした時、それまではウルトラマンは怪獣と戦って怪獣を倒していたのに、はい、コスモスからは怪獣をおとなしくさせるという表現になったことです、うん、はい、そうか、これは時代のやっぱり流れなんでしょうかね。移り変わりですね。そうか、はい、倒すっていう表現ではなくなったということですね。昔はあのヒーローショーとかで、うん、デパートの屋上とか、はい、やってました。とにかくやっつけろって子供たちがみんなで言う、うん、叫ぶっていう、子供たちも必死ですからね、はい、あれね、でしたけどね。あ、うん、でそれまでウルトラマンは必殺技を出すっていうのが得意技、はい、得意技ですかというように変わったそうです。そうか、うん、そこはちょっと微妙です ね、 ね、でもなんか必殺技の方がかっこいい感じはしますけど、うん、得意技ってね得意技ちょっとピンとこないかもしれないですね。うん、だからこのアルバイトをしていらっしゃって怪獣の扱い方の変化にも時代の流れを感じていました。うん、なるほど。どう違いを表現していくのか、やっぱねすごく悩んだとか難しかったそうです。うん、はい、ストーリーや動き、理解研究するのによくビデオを録画して何回も見ていたのを思い出しますと。まあ、でも楽しそうなアルバイトだな。そうですね、その舞台裏ね、いろんな怪獣たちが、はい、まあ、もちろんその
中にね、はい、本当は人など入っていないという設定ですけれども、はい、そういう入ってないです、うん、そういう何でしょう裏方のところとかが見れたのは貴重な経験ですよね、はい、そうですね、うん、まあでも怪獣で反応してメールをくださって、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。これからもぜひお付き合いください、はい、じゃあロングタンサンさん、はい、ありがとうございます。こんばんは。怪獣ということでおそらく特撮率が高いとは思うのですが、はい、その中で異端となると思う漫画アニメ他のメディアミックス作品で、はい、でそれは機動警察パトレイバー、パトレイバーに行きましたか、うん、はい、その中での W13 またの名を廃棄物13号なる怪獣騒動が一押しなのですと、うん、それぞれのメディアで話が微妙に違うのですが、映画版の脚本は人吉出身の鳥美希さんです、はい、あ、鳥美希さんかなんですよあれ、そうか、うん、で主人公の父が発見した眠れる細胞の覚醒とそれへの人工的な改変、細胞に父、娘、母、娘、主人公とその娘以上の愛情が芽生える研究員、うん、でもそれは決して受け入れられる形ではなくて異端の悲しさがどこまでも漂いますと、うん、パトレイバー村井主任はドンピシャなお年頃じゃないかと思うんですがということで、はい、そうですね、ドンピシャですこの廃棄物13号の話も大好きですね、うん、漫画もそうだし映像作品も確かに微妙に違うんですけど、あのどれも全部面白いですよ。番組でも以前ねパトレイバー取り上げたことありましたけれども、うん、はい、ぜひ皆さんにも見てほしい作品の一つです、うん、はい、さて後半は学生さんに向けて今日はぜひ紹介したいことがあるということでお客様をお迎えしております、はい、崇城大学芸術学部美術学科の清島博則准教授です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。崇城大学に新しいコースができるんですか。はい、そうなんです。教えてください。はい、令和4年度からですね、美術学科の方に新しく2つのコースが誕生します。1つはアートイラストレーションコース、もう1つが 3D アートコースという2つのコースができます。うーん、 3D アート、はい、なんかこうそういう時代が来たって感じですかね。そうですね、とても、今を感じる学科ですよね、コースなのでその新しさを知ってもらいたいということで、はい、まあ、イベントを行います。うーん、今ね進路迷ってる人とか、うん、なんかちょっと興味ある、はい、覗いてみたいという方にはもうぴったりじゃないでしょうか、うん、このイベント、うん、そう思います、はい、どんな内容ですか。はい、今回のイベントはですね、崇城大学新しいコースが2つできることによりまして、はい、3D アートコースではフィギュアの造形が学べるんですね。でそれにイラストレーションの学び、はい、あともともとあったデザイン学科の漫画表現コース、この3つのですね、日本ではサブカルチャーという言葉で言うんですけれども、うん、海外ではこれをポップカルチャーっていうんですね、はい、ですからこのポップカルチャーの3つ全てが学べる大学になったということで、すごい、はい、それを記念したイベントということになります。フィギュア、漫画、イラストレーション、はい、イベントのタイトルがスクールオブポップカルチャー、8月11日水曜日に開催されます。場所はどこですか。はい、場所はですね崇城大学にあります、ソラホールというホールで、はい、行われます。はい、時間が午後3時から、5時までということなんですけれども、高校生限定ということ で、はい、どんなイベント内容なんですか。今回ゲストとしてフィギュアの造形作家ですね、フィギュアの原型師という仕事があるんですけれども、はい、うん、その大変有名なですねフィギュアの原型師の岩倉圭司さんという方をお招きして、はい、このライブとアニソン歌手として、はい、あとは声優としても活躍されている現役の高校3年生である、お、現役高校生、そうなんです、そうです、うん、で鈴木杏奈さんという方に来ていただいてですね、アニソンのライブも開催したり、であとは中でですねプレゼント抽選会とかあって、はい、この岩倉さんが手掛けられたフィギュア、うん、
が、あのプレゼントされるというようなイベントもなんと、はい、あります。ちなみに岩倉さん、そのフィギュアの原型師って元を作る方ですよね。はい、そうです。どんなものを今まで作ってらっしゃる方なんですか？岩倉さんはこれまでですね、あの有名なところではワンピースシリーズですね、あとはあのドラゴンボールシリーズ、すごい、あとはあのマーベルの、スパイダーマンとかですね、あとミュータントタートルズとか、そういうフィギュアをこれまで100体以上手掛けられている方なんですね。すごいですよね。はい、そういった海外の作品のお仕事もなさるんですか？はい、はあ、あのとても貴重なお話が聞けそうな気がしますので、ですね、うん、フィギュアの原型を作るってどんな世界なんだろうなって話も気になりますね。うん、そうですね、一番やはりあの伝えたいことっていうのが、はい、この前岩倉さんともちょっとお話をさせていただいたんですけれども、はい、あの岩倉さん20年ぐらいもうこのフィギュアの原型師の仕事をされてるんですけれども、うん、この20年間毎日楽しいっておっしゃってるんですね。すごいですよね。すごい、うん、自分の好きなことで食べていけるっていうことを、うん、まずその楽しさというか喜びを伝えられたら一番ですというふうにおっしゃってたので、またこの鈴木杏奈さんも今、はい、あの歌手として声優として、はい、で趣味でも絵を描かれたりされてそうなんですね。はー、うん、なのでそういう自分の好きなことを仕事にされてるお二人にいろんな話が聞けてですね、でそれを高校生の皆さん、いろいろ進路を考えられている皆さんに伝えられたらなと思っています。わあ、これは刺激になりますね。うん、そう思います。やっぱり10代の今ね、どうしようかなと思ってる、また、はい、もうはっきりとこれがやりたいって思ってる高校生にも、うん、はい、とても刺激のあるお話がいろいろ聞けると思いますので、興味のある方はぜひ参加してもらいたいと思ってます。はい、このフィギュア原型師の岩倉さんはトークショーがこの11日に開催されるんですが、その前後で展示もあるんですね。そうですね、はい、これはいつからいつまで？はい、8月9日から8月22日まで、あの創業ギャラリーというところで、あの岩倉さんが手掛けられたフィギュアの造形、原型の作品展があります。はい、創造ギャラリーっていうのはあの銀座通りに入っていく電車通り側から、はい、あの角のところにある場所ですよね。はい、これは誰でも、こちらは大丈夫なんでしょうか？はい、大丈夫です。これは、はい、無料で。フィギュアお好きな方とか、うん、あの原型ってなかなか見る機会がありませんので、はい、とても貴重な、ね、はい、展示だと思います。わあ、これはもうぜひお好きな方にはお出かけいただきたいと思います。創造ギャラリーも最近あの新しくなって、はい、はい、綺麗にリニューアルされていますので。そうなんですね。はい、スクールオブポップカルチャー8月11日に高校生限定で行われる、こういった漫画イラストレーションフィギュアを語ろうというイベント、大事な参加方法を教えていただきましょうか？はい、このイベントに参加するためにはですね、事前の申し込みが必要となります。はい、で一番はですね、あの創造大学芸術学部のホームページがございますので、はい、そこから、そこのトップページにこのイベントの案内がありますので、申し込みフォームに入って、事前に申し込んでいただければと思います。わかりました。事前予約制ということですね。はい、あとはですね、あの市内の、いろんな書店さんであったりとか、はい、あとはアニメートさん含めいろんな場所にですね、ポスターとチラシの方が置いてありますので、はい、それぞれのポスターチラシの QR コードからあのイベントの申し込みフォームに入れますので、そちらからぜひどしどしお申し込みください。わかりました。清島先生はこの創造大学でどんなことを専門に教えていらっしゃるんでしょうか？先生のことあんまり聞いてなかったなと思って私はですね、専門があの彫刻なんですね。で彫刻の中でもあの粘土で形作っていく塑造というものが専門なので、はい、あのフィギュアの原型師の岩倉さんとやってる内容としては同じようなことをやっております。そうなんですね。もともとそういう彫刻とかは興味が若い頃から、いつ頃から、ね、まあ、自分はあんまり印象はその覚えではなかったんですけど、子供の頃からのその遊び道具が粘土だったらしいんですね。でうちのおふくろがなんか小学校の時にあの担任の先生を作っ
ってきた、なんか首陶像を作る授業があって、うん、その時に作ってきた担任の先生の首がなんか本人そのままだったっていうことがあったっていうので、まあ昔からそういう粘土で何か形作るっていうのは慣れ親しんでたんですね。それがきっかけかもしれないです。そこから彫刻の世界に行かれたんですね。わあ、学生さんたちこれから、まあ、その彫刻っていうところから今はその 3D アートっていう風に広がっていっていて、はい、そうですね、もう今はそれを、コンピューターとかの中でやるわけですよね。はい、まあ、あの新しいコースでは、これまでのようなファインアートの彫刻だけではなくて、あの 3DCG といってコンピューターグラフィックスで、あのまるで粘土をこう作っていくような感じで作れるソフトがあるんですね。そういう 3D スカルプティングって言うんですけれども、そういう技術も習得できますし、合わせてこのフィギュアの原型師になるための技術も習得できる。それも先生が教えてくださるんですね。私はもうファインのベースの部分をしっかり教えて、はい、3DCG は 3DCG でまた素晴らしい先生が、はい、いらっしゃるんですか。はい、わあ、あのこういったなんかちょっともっと聞きたいよっていう方はオープンキャンパス夏休みにはあるんですか。はい、7月18日と明日だこれはちょっともう締め切っちゃってるんですけど、はい、あと8月28日に最後の第3回目のオープンキャンパスがありますので、あのぜひ、来ていただいてですね、あのどういう学びかっていうのを体験していただけたらなと思います。ぜひぜひ興味のある方は、ね、うんうん、きっとね、あのオープンキャンパスも学校自体も見れるし、はい、そこで参加することでよりやりたいことがこうワクワクが広がっていくと思うので、はい、興味のある学生さん、うちの子教えてみようとかって、はい、親御さんにもそうですよね聞いてらっしゃる、はい、学生さんたちじゃなくて周りの方々からも声をかけていただければと思います。楽しそうなのやってるよって教えてもらえると嬉しいです。はい、漫画表現コースは村井先生もいます。はい、はい、そうですそうなんです。あ、そうなんですよ、漫画表現コースのこと全然話してないですけど、はい、もう漫画も、いろんな表現、はい、漫画を通して、まあ、デザインも含めていろんな表現を制作を含めてやっていますので、こちらもオープンキャンパスやりますので、はい、はい、学生さん待ってます。ぜひ来てください。今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。というわけで最後まで聞いていただいてありがとうございました。番組ではメッセージやリクエスト、取り上げてほしいテーマを募集しています。漫画@rkk.jp までお寄せください。番組のツイッターもあります。アカウントは漫画 rkk です。ハッシュタグ漫画研究室でも感想などつぶやいてくださいね。それではまた次回をお楽しみに。